こんにちは、めめめです。はい、今回はもうすぐバレンタインということで何か作りたいなと思いまして、このキッチン、スタジオを借りました。一人で作るのは寂しいということで、早速ね、みんな呼んでいきたいと思います。カモーン、ダダダダダダダン、じゃん。今回ルイカは咳が出るということで、マスクです。こんにちは、なつきです。こんにちは、ルイカです。こんにちは、みみママです。はい、これをつけてる時点でなんとなくわかるんだけど、うんうん、なんか作るでしょ。そうだよ、バレンタインということで。ああ、バレンタイン、みんな呼んだんですが、ちょっと私一人でやりたいなと思ったんですけど。一人？それはちょっと不安だな。僕としてはネーネが不安ですけどね。あ、まあまあ、それはわかるよ。一人ずつでやるのはちょっと不安だから、チームに分かれない。ちょっと色分けしがあるじゃん。こっち不安だな。頑張って。決まってないんでしょ、メニュー。何作るか。まあ、うん、チョコは食べたいな。チョコ系がいいけど、何も決まってないんでしょ。すごいノープランで来たじゃん。すんごいノープランでスタジオ準備したじゃん。イエーイ。なんか最近インスタとかでよく出るアプリがあって、多分ね、見たことあると思う。何が？なんかすごい短い動画で作り方を簡単に説明してくれて、すごい分かりやすいんだよ。クラシルっていう、家のアプリ。家のさ、マークで、家のマーク、あ、そう、知ってる。あ、知ってる。うん、 YouTube の広告出てくる。だから、どう思う？なんかね、作んないけど見るの楽しいから。ああ、じゃあ、ここの虫眼鏡のところでチョコとかクッキーとかって入れて検索してみて。生チョコ。生チョコがいい。そう、生チョコ。何作ってんの。これは美味しそう。すごい可愛い。なんか見た目生とろける生チョコフィナンシェ。はい、します。はい、します。お気に入りしといて。あ、お気に入り。あ、できる。ハート。そう、本当だ。これでもしパッて戻っちゃってもお気に入りのとこポンって押せばすぐ見つけられる。 あとなんか前作ったらなんだっけとかって伸ばせるっすよね。美味しそう。いいね、してごらん。美味しそう。しかも材料3つで簡単なおチョコだって。材料3つってすごくない？あ、いいじゃん。これだったらただ1人でもできそうじゃない？ママボール持ってる、あの、お手伝いさんだけにするから。じゃあ、タタとママチームは材料3つで簡単生チョコに決定。マジで簡単じゃん、ね、じゃあこれお気に入りしといて。左下に決まったんですけど、みなみさん材料ありますか？ねえ、今着替えてんのにさ、この準備またね。何もできないということで買ってきます。嘘でしょ。はい、というわけで材料を買ってきます。はい、これもね、材料まとめてね、書いてあるから、これを見てレッツゴー。せっかく作ったのに。はいはい、買ってきました。ママたち超簡単。チョコと生クリームとココアパウダー。はい、この3つです。はい、そしてチョコレート。チョコレート、アーモンドプードルと卵とバターです。どこがいいかね。じゃあ早速作ります。はい、それではスタート。フライングスペシャルにしてみました。はい、もう一回。それではスタート。これね、手順って言ってちゃんとね、最初にこれやっとくといいよみたいなのが書いてあるんだよね。うん、型にクッキングシートを敷いておきます。オーブンをね、170度に加熱。ここにクッキングシートを敷いておきます。チョコレートをね、一口サイズに切ります。上にのっけるチョコを12個先に切っておきます。手でやった方がいいね。あ、いいじゃん。味があって。はい、で、半分12個から10、11、12。はい、OK。 マイグしてる。早速チョコを 100g 刻みます。あ、いいよいいよ。かわいいね。かわいいね、かわいいね。私、料理うまいね。なんで？ミミせたくそ。母の方がうまい。ボウルにミルクチョコレートを割り入れます。これをじゃあ、ただ出して、そこに割って。これ、もうちょっ
だ小さくか切っとこうか、ちょっとチョコが大きいから。あ、じゃあルイカ切ってみる。いいよ、猫さん、猫さん、はい、はい、こちらはチョコ切り終わりました。そういえば、あれなんですね、ママがピンクだってみんなピンク嫌だって言うからママいいよ、別になんでもって言って一番似合わないピンクやってるからかわいそうでしょ。ママ似合ってるよ、ママ似合ってるよ、かわいい。鍋に生クリームを入れ、沸騰直前まで炒めて、耐熱性の熱いやつでも OK なヘラでミルクチョコレートが溶けてクリーム状になるまで混ぜ合わせます。で、さっきのあのパッドに入れてラップをして冷蔵庫で1時間冷やして固めます。うーやばいって沸騰直前まで温めたら火から下ろします。1の入ったボウルに入れて、溶けるまで混ぜよう。ボウルに入れます。まず縦長、縦長、生クリーム 100ml の加熱直前まで。はい、一緒だね。全然全然全然左右に違う、全然もういいよ。そう喋ってるよ。はい、こっち見て、入れて、こっちにないと思う。これ入れます。はい、チョコに入れます。一緒だね、もう一緒だね。鍋にバターを入れます。じゃあ今からバターを溶かします。ペパーカンはこれをパッドに入れます。いいよ、茶色く茶色に色づくなるまで加熱します。まずクリームちゃんになるまで溶かしたのでパッドに入れて伸ばしてます。そしてあとはラップをして冷蔵庫で待つだけ。サータンはこれでラップして固めます。もうこっち冷蔵庫に入れて待つだけだよ。はい、サータンとママは休憩です。はい、卵白、卵白、卵白いくよ。ちょっとねえで卵をマジで寝ててこれか、うん、気づいてなかった。いい、洗い物の中にする音入っちゃうから。ほらほら、グラニュー糖 30g。 もういいんじゃないこれ。いいよ。そしたら薄力粉 30g、 ココアパウダーが 10g、 でこれ 25g。 混ぜたら入れます。いいよ。じゃあ今からチョコレートの方にココアパウダーとかはい、型に入れます。はい、入れました。たら、このね、チョコポンポンと入れて、あとオーブンに入れるまでできました。加熱完了になってるので、はい、生地に火が通るまで15分。あざめスタート。はい、ということで焼いて型から外して粗熱を取りました。はい、じゃあラッピングをしてから食べたいと思います。まず切ろう。はい、12等分ですね。はい、いいよいいよ。割れてる、割れてる。いい感じ。やば、めっちゃうまそう。食べたい。大成功じゃん。じゃーん、かわいい。来ました、完成。おー、食べていきます。どうぞ。いただきます。うん、うまい。うん、見て溶けてる。やば、チョコのとこやば。え、ママもいい？食べて。なんか食べる？いただきます。うん、綺麗な。うん、真ん中のとこやば。うん、うん、美味しい。いるいるいる。え、これやば。これマジで美味しい。めっちゃ美味しくできました。はい、イエーイ、すごいすごい。クラッシュさんの
ママバージョンをどうぞ。はい、じゃあルイカとママバージョンの生チョコだね。じゃあ冷蔵庫から出してください。おお、固まってる。開けてみて。あ、固まってる。おお、ミミ、ねえねえ見て、こんな感じ。え、すごい。美味しそう。20等分に分けてココアパウダーをまぶしたら器に盛り付けて完成。おー、オッケー。いけ、ルイカ。おー、ニューニューいいね。気をつけてよ。いいよいいよいいよ、食べれば変わんない。じゃあ、はい、ココアパウダーね、かけますよ。上手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 。おお、いいじゃん。めっちゃいいじゃん。できた。はい、じゃあ母さんとママの生チョコ完成しました。じゃあラッピングしましょう。うんうん、いいよそれで。あ、でもチョコだから白の袋の方がいいかも。さっきからあげるってば。きた。はい、できました。イエーイ。いいよ、食べてみて。いいよ、いいよ。おいしい。ココアかけすぎ。うん、うまっ。めっちゃとろけるよ。うん、おいしい。すごい、あごにもちょっとできる、うん、はい、全員できました。はい、無事完成しました。めっちゃ全部おいしかった。ねえ、おいしかったね。かわいい。ママがさ、教えたこのクラシルのこのアプリ、うん、でママなんかプレミアム会員っていうのに入ってて、会員に入ってると今回ほらバレンタインでやったじゃん、うん、で例えばほら子供たちでだけでやりたいんだったら簡単に作れるっていう目的で検索するじゃん、うん、そしたらその後にもう一個絞れるの。ここの上のとこに絞り込むっていうのがあって、で簡単でほら友チョコとかあるじゃん、だからたくさんとか、あとは映えとか本命とか、本命とかって。本命おいしそうじゃん。本命、はい、かわいい。あ、たくさんのやつ本命に入ってた。たくさんは、たくさんたくさんはね、たくさんだとクッキーとかしてくれる。クッキーいいね。え、これも美味しそう。ハートほらっていう感じで絞れたりもする。この絞り込みはこのプレミアム会員だとできるやつなの。そうなの。そう、絞ってさ、より見つけやすくなる。よかった、上手にできて。はい、今回なんとクラシルさんとコラボすることになりまして、クラシルさんのアプリをダウンロードして質問に答えていくと、なんと5名様に私のサインが当たります。おお、すごい。概要欄にね、応募フォームってところあるので、そこを押して質問に答えてみてください。もちろんママたち毎晩のおかず何しようかなとか、そうある、もちろん、そう、スイーツだけじゃないんだよ。そこで調べたりとかもできるし、でこういう中学生とか小学生ね、うん、お友達と一緒にこれがあれば触れるじゃん。へえー、すごい。そうだから、なんかママたち世代だけじゃないかなってすごい思った。情報があるっていいですよね。うん、ああ、文だけだとこうイメージしづらい、うん、だけどああやってまとめた動画があるから、こういう感じで作れるんだってすごいイメージしやすいよね、うん、ということで無事完成できました。よかった。じゃあこれせっかくなのでパパとカイピーにあげます。とも、ね、簡単だったので、クラシルさんの動画とかこの動画を見てみんなも作ってみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。それではバイバーイ。ちょっと出遅れた。ちょっと